おい、アンチのお前ら卒業おめでとう。いや、この3月っていう時期はね、ちょうど去年の3月、俺が同説ずっと10人とか20人だったんだけど、まあスイッチサマーグリッチを使って一気に同説がパコーン伸びた時なんだよね。まあその時にまあ大量のね、批判コメント、アンチコメントいただいて、まあそれが飛び火して俺のモデレーターとかまで、まあすっごい炎上したんだけども、まあそんな奴らが今、卒業、中学、高校、大学なり、おめでとう。どうだったお前ら。まあいろいろあるだろう。いろいろあるよ。ストレスはある。全然ある。もう社会人だろうが、もうずっとストレスはつきまとうわ。俺は鋼のメンタルだから、もうどんだけ言われてもええねん。どんだけ言われてもいい。もう何でもお前らがね、それで俺に配信来て、俺の動画見て、まあアンチコメントして少しでも気が休まったら、もうそれで、まあ度が過ぎたら環境な、まあいろいろ、まあな、恋愛も思春期も青春も、まあいろいろ本当に乗り越えて、どんどんどん大人になるわけだけども、いつでも来たらええ。見なくなってもいい。でまた見るでもええわ。どんな3年間だったお前らな。まあこれからまた中学は高校、高校は大学、大学は社会人となるわけだけども、まあいろいろあるわ。お互いお互いある。頑張っていこうや。俺も頑張っとる。スイッサバグリッチで終わるって思われたって、ずっとみんないろんな色、あいつはもう終わったや、スイッサバグリッチながってからもう終わりやって言われたけど、俺も最近ちょっとずつだけど同説も伸びてきて頑張っとるやん。お互い頑張ろうぜ。はい、とりあえず卒業おめでとう。忘れ